皆さんこんにちは。皆さんは幽霊を信じますか？幽霊の目撃情報って、大体、少数の人が見ただけなので信じがたいですよね。ですが、過去には多くの人間が目撃した事例があります。今回はそんな怖いネタをご紹介しましょう。世の中には、人面犬や人面魚、果ては人の顔が映る電信柱なんてものも存在する。人ではない、生き物や物体に人の顔が映るのは確かに不気味なものだ。今回ご紹介するのは、そのような、人面、が映る石碑。昭和50年、茨城県の守谷市でこのような出来事があった。公民館でそろばんを習っていた女の子が、奇妙なことを言い出したのだ。公民館の石碑におじいちゃんの顔が映っている、と両親に言ったのだ。実は、女の子の祖父はすでに他界しており、両親は少しゾッとした。興味本位で、家族が石碑を見に行くと。確かにおじいちゃんにも見える。だが、女の顔にも見える。確かに、人の顔をしているのだが、人によって見えるものが違うのだ。この石碑の話題は、街中に広がりやがて、多くの人が石碑に映っている顔についてああでもない、こうでもない、と口々に言った。この出来事は紛れもない事実で、あまりの騒ぎに新聞にも取り上げられたほどだ。この石碑、不動明王が彫られている。不動明王は悪霊を払うと言われており、払われた悪霊の顔が映っているのかもしれない。人によって違う見方になっているのではなく、悪霊たちの顔が続々と現れているのではないだろうか。多くの人間が目撃したこの心霊騒動、今回はこの石碑を調査していく。実際に報道された心霊騒動が大好きなんですが、同じ人いますか？さて、この石碑、結構気になりますよね。調べてみると、今もあるそうです。成田不動明王の石碑、通称お化け石と Google マップに教えてもらいました。実際の写真はこんな感じです。よく見ると、不動明王が彫ってあるのがわかりますね。この石碑、石の色が白と黒の模様になっています。雨で濡れているわけではなく、この石そのものの色です。おそらくこの模様が人の顔に見えたのだと思われます。皆さんは見えますか？人の顔。おそらくほとんどの人には見えないでしょう。昔はもっと顔のような模様をしていたのかもしれません。ただ、視覚情報を人の顔と認識してしまう心理現象があるんですよ。パレイドリアと言います。趣味ラクラ現象じゃないですよ。視覚情報に、普段からよく見ているパターンを当てはめてしまう現象です。例えば、月にウサギさんが見えるとか、岩が人の顔に見えるとか、そういう場合は、パレイドリアの可能性が高いです。今回の石碑も、女の子が石碑の模様を、人間の顔のパターンに当てはめたことから、起きた騒動です。そして、人によって見方が違うのは、人によって顔のパターンが異なるからですね。余談ですが、皆さんは人面系の都市伝説、どのくらいご存知でしょうか？個人的には、大阪の人面電柱が気になっています。いかがでしたでしょうか？このチャンネルも開設してから3年ほど経ちます。本格的に始めたのは1年ほど前ですが、そろそろ新コーナーも作りたいところなのですが、皆さんは真相解明以外でこういうことをやってほしい、というものはありますか？コメントください。